はいどうも、パンケーキことキシエルと申します。今回は、タコ対イカで、前回やったそのイカ縛りアサリっていうのが あるじゃないですか。もう全くインクを塗らず、あのイカ状態だけでそのアサリ勝負っていうのをやったんですけど、今回はそのタコチームとイカチームに分かれてやっていこうかなと思います。タコ縛りですね。タコ縛りアサリとイカ縛りアサリに分かれてですね。それではやっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。アウズ大学のガチアサリ、タコ縛り、こっちはタコ縛りですね。全員大のもだけど、相手全員坊主じゃないか。なんだこれ。これ前回なんか普通になんかあのジャンプするよりも普通にうにょうにょ動いた方が早いってことがちょっと分かった気がしたので、どんどんねパスしていこう味方に。渡せ、いけ、オッケー。とりあえず採石いいですね。これカウンターが怖いから、これかわいい、タコちゃんのうにょうにょかわいいんだよな。こっち側にアサリは、こっち側にアサリは出てないな。アサリ出てくれ。あそこのアサリ欲しい、あそこのアサリ欲しい。オッケー、まあこれカウンター入れられてしまうのは仕方ないね。カウンター入れられてしまうのは仕方ない。リードされていく。さあどうしよう。渡していこう、しっかり渡そう。これは平和、平和的解決だね。ないわ、僕持ってない。急げ急げ、1個でも入れたい。1個でも入れたら延長する。オッケーオッケー、これしっかりと延長して、ナイスリード、ナイスリード。さあマップいいね。あ、これ浅いかと思ったら敵持ってたわ。あ、散らばらせてくれた。ちょ待って、それ僕の、待って、あ、取っちゃっちゃった。これ入れられてしまうのは仕方ないね。渡しといて。くそー、結構入れられる。あ、入れられる、めっちゃ入れられてる。この辺にアサリ出てこないかな、運よく。2個あげることになった。これを置いといて、よし、あ、勝てる勝てる。あと1個、これ最後に入れて、これ最後に入れて勝とう。神、ナイス。めっちゃ平和な戦い。ナイス。ナイスナイス。はい、それではやっていきましょう。ガチアサリやっていきましょう。さっきいい感じに勝ったからね、タコチーム。お、めっちゃタコだ、めっちゃタコ、タコゾネスのあれ着てる。ナイス落ちてる、ナイス落ち返す。そこ近いね、この辺もう後から戻ってこれないからね。この辺のやつ近い取っとこう。渡そう。あ、やべ、ああ、オッケー、ナイス、強いぞ。相手も作ってる、相手も作ってるけど、あー、取られちゃった。ねえ、それ僕のやつ、それ僕のアサリ。え、どうしよっかな。
運よく出た。さて、これ僕の当たりやからな。アサリを探して3000円にめっちゃ持ってる。あー入れられちゃう。あ、でもまだ逆転まではいかないね。アサリが欲しい。アサリが、アサリ出てこないんだけど。お、ナイス。いいね。これ持っていけるかな、間に合うかな。あ、戻されちゃった。どうしよう。ここで待つしかできない。あ、リードされちゃった。くっそ。あ、マジか、マジか。めっちゃ、いや、やめて、やめて。やめて、みんなちょっとアサリ持ってきといて。アサリ持ってきといて。オッケー、来るぞ。オッケー。帰りとね。あ、これもう勝てるんじゃない？このままいったら。あ、ナイス。ナイスー。強い。タコチームが結構強い。いや、途中結構、リードしたり、リードされたり、いい感じだったけどね。タコめっちゃ集めてくるじゃん。やっぱこの吸盤で吸い寄せてくんのかな。吸い寄せていくんだな、アサリを。ナイス？ほい、3戦目やっていきましょう。で、今回はちょっとランダムでタコイカ交流戦みたいな感じにやってみたんですけど、イカの中にタコが1匹とタコの中にイカ1匹になっちゃった。これなんかお互いに囚われて捕虜にされたイカとタコみたいな感じになっちゃってるな。さっき俺仲間で戦ってた3人を敵にするというね。あ、結構取られちゃってる。集めて、僕に集めてほしい。オッケー、入れてゆく。ナイス。オッケーオッケー、入れてって入れてって。これ取れるかな。取れないか。壁濡れないからね、このルールだと。あ、欲しい欲しい欲しい。僕の、僕のだぞ。これ邪魔できないかな。ここでここでここで僕の、僕のもんにできないかな。僕のもんにできないかな、それ、そのやつ、そのやつ、僕のやつ、僕のもんにできないかな。ちょ、僕、僕受け取れない。これ受け取らせてほしい。あ、回線落ちた。相手が一人返し持ちした。これはチャンス。持って行け。これは持って行ける。ちなみにガチアサリはね、濡れるので投げるの禁止なんですよね。待ってろ。俺が持っていくからよ。俺が持っていくからよ。待ってな。首洗って待ってな。やばくない？間に合うこれ。間に合った、危ねえ。カウントリードナイス。待って、3つの作られてる。まずい、ここで決めなきゃ負ける。やばいぞ。あはははははね、あと1個、あと1個入れられる、もしかして。いやー、入れられた。負けたんだけど。というわけで、今回は、タコ対イカ、タコイカ縛りアサリ対決でした。ありがとうございました。これね、ぜひ皆さん、プラベでやってみてください。まあ、前回も同じようなこと言った気がするな。というわけで、ありがとうございました。またね、バイバイ。なんか別の人入ってきてる。最後まで動画見てくれてありがとうございます。
ここの真ん中にあるボタンを押すと僕のチャンネル登録ができて、あの右が一番最新の動画で左がおすすめの動画なんで、ぜひそのいろいろボタンを押しまくってください。